あの病院で起きたことを目撃したのはね。その日病院は仮面の凶悪犯に占拠された。閉じ込められた一夜限りの当直医と電話線が切られている。怪我をした女子大生、男が私を逃げる先に待ち受けるいくつもの謎。信じる約 11? 川崎13。あの男の言うことを聞こう。朝までの辛抱先生、この後病室あいつだけじゃない、気をつけてって。この病院には何かある。報道各社は近づくことができない。ピエロはただの強盗じゃ。それ以上は調べるな。蓋をし。しろということだ。予想もしえない国家の陰謀。ふざけるな。全ての謎を解くまでは。この病院からは逃げられない。先生に会えて。よかった。仮面病棟。